今回はですね、エントリーリストを拝見して気がついたことは、神戸の大震災ですか、それから中越の地震、水害に遭われた方々がかなり今回来てくださってですね、元気になられたんだなと思って大変嬉しく思っております。非営利事業団体への、取り組み方を今回この後で多数決で、決めさせていただきたいと思いますので、それは大事なことですから、ぜひ皆さんの、賛成反対を挙手でもいいから小川さん決めるようにしてください。で、今回また、昨日フォーラムで皆さんが驚いたと思いますけど、頭髪のツインの50のレーサーも来ております。で、後ほどエンジンをかけて音も聞いてほしいということで大阪から来ていただいて、まあいつものながらですけども、また楽しい出会いがありますように心から願っております。今回解放の中に閉じ込みがあったと思いますが、浅間ミーティングクラブを NPO 法人に、登録したいという、そういう、事務局の提案がもう皆さんお読みいただいたと思いますけども、そのことを冒頭にここで、皆さんと一緒に考えたいと思いますので、私どものクラブは、大きく分けてですね、記念館の維持運営をやっております。これが大切な、オートバイという古い歴史のあるものの文化をですね、文化継承活動を行っておりますね。それから、こうやって年2回ミーティングを開いて、それからフォーラムも開いて、文化の継承とか安全運転の認識だとかですね、そういったことを広く広めていると思っているわけで、そして各メーカーさんやなんかには頼らないで民間のみの任意団体でやってまいりました。そういった中でね、もう30年も中尾議長のおかげでやってくることができましたから、これを後々にも長く継承していくにはどうした方法がいいかと考えたときに、私の中では NPO 法人というのが今浮かんできたわけで、それで、提案させていただきました。NPO 法人について皆さん漠然と、ご理解いただいていると思いますが、要はクラブのメンバーが一つの会社の社員になったというふうに考えていただければよろしいと思います。ただ営利事業は、ダメです。ですから、監督官庁の判断で、認可が下りるか下りないか決められるわけです。
それで僕が入手した資料の中では、まず NPO 法人を目指す場合には仲間選び慎重にということありますね。これはもう当然うちのクラブはクリアしております。5人でも目的使命がはっきりすれば認可の可能性がある。はっきりした使命をということもありますが、これももうはっきりしております。それから自前でいろんな調査をできるかどうか、これもまあできると思うんですよね、うちのクラブの場合はね。それからない力は外から借りられる体制と、これはちょっと、外から力を借りたことはありませんので、これからの課題になります。それから財源は多種多様に取れって言うんですね。これ意味がよくわからないんですけど、まあ、クラブの中でいろいろな物品を販売したりということだと思うんです。まあ、うちの場合は年会費の収入ということですね。で、活動は楽しく、小さくても成果を上げること、これ全てクリアしてるんです。で、クラブの資産も皆さんに報告している通りに、まあ、基準ははるかにクリアしてる、問題ないと。あとはもう申請を出すか出さないかで決まります。で、記念館建てるときには、長野原町との寄付の問題がありましたから、随分手練手札を使って手練手札を使ったわけですけど、今度はこちらがまな板の上の鯉ですから、ぜひ今日はですね、長い会談をする討論をするよりもですね、まず NPO 法人への申請をした方がいい、このままの方がいいと、それの多数決を僕は切にお願いしたいと思っております。ただ認可されますとですね、事務局の責任は非常に重大になりますので、これは重々事務局の方も覚悟しなきゃいけないと。特に理事長決裁という項目が非常に多くなりますので、その点は、今から覚悟はしております。ただ、会員の皆さんには、委任状を出していただく機会は増えると思います。1年に1回の監督官庁への報告にはその委任状の提出が義務付けられているものもあるようですから、その説は委任状をぜひ出していただきたいというふうにお願いしておきます。メリットとデメリットというのが必ず発生するかと思って、多分その辺のことを多分皆さんは疑問に持っているかなというのもあったりはすると、感じています。それでメリットなんですけれども、先のいい話をしますと、いわゆる法人格を所得しますので、公にですね、認められている団体ということで、社会的信用度が、増すというのがございます。で、これに、比例するといいますか、反対の組織といいますと、例えば学校なんかの同窓会とかございますよね。で、同窓会っていうのはあくまでもただの民間の団体であって、法人格でも何でもないわけでして、例えばそういうところが大きな違いが出てくるというのがございますね。あと法人なもんですから、現在でも、クラブとして、現金ですね、預金の方がかなりの金額が毎年決算報告されてますけども、かなりの金額をクラブとして一民間の、趣味の団体として、保有していますけれども、これもですね、法人の名義というところで、財産といいますか資産を、保全していく手段が増えるというのが、大体、メリットで言えばメリットというところだと、感じています。で、あと逆にはデメリットといいますか、義務といいますか、はですね、今ですと総会で皆さんに、会計報告をしたりとか、議事の内容を、この場で討論してシャンシャンというのがですね、毎年年1回必ず、東京都の方に、いわゆる決算書ですねを提出して、一応、審査をする、するというのがデメリットといいますか義務といいますか、手間がかかるというところですね。で、ただ、手間がかかるといってもですね、現状でもこの一民間の、団体として現状でもかなりの、かなりの、何と言いますか、決算書等と、総会をやり、理事会も年2回以上開催しているというところでは、
まああのまあ、義務といいますかデメリットには、あの現状の、体制でいきますとそんなに遜色はないかなというのは感じています。中奥さんの話と渡辺さんの話で、まあ、大体、まあ、NPO というのは今もう普通にいろんなところから耳にしていることが多いと思いますので、まあ、今ご説明があった以外にですね、さらにもう少し知りたいとかこういう点はどうなのかと。ただ本当にね、委任状を出していただくという機会は多くなると思います。それがないとあの役所の方が OK しませんので、多数決議決の場合も委任状が、重要になりますので、それだけは今からお願いしておきます。浅間ミーティングクラブの会員としてのその、まあ、自覚って言いますか、まあ、責任ですね、まあ、そういうことが非常にはっきりイエスなのかノーなのか、そういうことを意思表示をしないといけないという場面がこれからは求められる来るということだけはよく頭に入れておいていただきたいと思うんですけども、長野原町と事業を一緒にやるということにつきましては、総会を2回続けました。つまり多数決で決めるのは僕はあの時は嫌だったんですよね、寄付をするということについて。で、まあ、多数決だから民主主義だからこれで決めちゃっていいんじゃないかって町の方からも言われましたけども、それは僕が絶対嫌だと、100対100つまり満票で可決するまでもう一回みんなで計らせてくれという、その頃反対だった会員の方の意見は、法人っていうことだったんだね、小川さんね。要するに株式会社浅間ミーティングクラブにして建物も登録しようと、とんでもないできない相談ですね。一人一人の会員さんが、まあ、元気でいらっしゃればいいんですけど、もし亡くなった場合にはその一株株主としての、処理をどうすることにするか、とてもできない相談なので、寄付ということに結局まとまりました。それから30年以上経ちましてですね、やっとこういうクラブが法人として、認められるような制度ができたということで、僕は非常に感慨が あります。一つよろしくお願いします。 NPO 法人の要するに法人格を取得したからといいましてですね、取得したから永続できるというものではありません。今までの活動は全然変わることはありません。活動が変わってしまいますとポシャってしまうという可能性は十分あります。今NPO 法人を取得する団体が非常に増えています。ですけれども、取得した段階でもう安心しちゃったのか、活動が停滞して、もうその法人的なものが継続できなくなって辞めちゃっている法人 NPO 法人さんもたくさんいます。そういうこともありますんでね、 NPO 法人の資格を取れたからといって、安心はできないということをですね、頭に置いていただきたいと思います。活動は今まで通りです。それでないと、永続性はありませんので、その点を一つ含んでおいていただきたいと思います。2つありまして、すみません、東京の高田です。2つありまして、1つが、法人格を取るメリットは確かに社会的な地位がうんうんというようなことは分かるんですけど、そのことで朝ミーティングクラブがどうしていこうとするんだろうっていうのが、なんか今一つちょっと見えない部分がありますそれがもう少しこう法人化することにこうなんだと。それともう一点、NPO になって、その看板を頭に乗せて NPO を朝ミーティングクラブになった時に、新しく入ってくる方に対してちょっとハードルというか敷居が高くなりゃしないかなっていう思いがちょっとあるんですね。NPO の資格を取得しても朝のミーティングクラブの上に NPO ということを大々的に載せようという考えは毛頭ございません。ただ対外的信用というのですがね、具体的に僕の考えを申し上げますと、メーカーさんともある程度信頼関係の上でこれから協力していけるんじゃないかなということを考えております。
例えば現在ですと、ホンダの茂木の方とですねお願いして、クラブの展示車両とお宅の車両とバーターで、展示館に記念館に貸してくれませんかといったところで本気にされないわけです。僕らの資格が法人の資格持ってありませんから。これが NPO の資格を取りますと初めて、コレクションホールとも対等にお話ができる、ヤマハともお話ができると、そういうつながりは確実に、増えていくと、それがあのメリットの一つだというふうに考えております。要するに、参上会員というんですか、そういう形態も取れるようになるんじゃないかと思っておりますので、 NPO の資格を取ったから敷居が高くなって入りにくいんじゃないかという、心配よりも NPO を取ったんだから安心して会員になろうという人が増えるんじゃないかと僕は楽観的に考えております。今回の事務局の提案に賛同の方はそのままお立ちいただけますか。で、いや今回賛成しかねるという方はそのまま座ったままで、いや反対の方はまた後でご意見お伺いしますんで、はい、ありがとうございます。圧倒的の方が、お立ちいただいてるんですけど、役員の方たちがどれだけ下積みで苦労してるかと、ね、これやれんか全部ボランティアですからね。で僕なんかははっきり言っても何もしてないんです。もう一番最初から入ってる会員だけど、でそれの上にまだこれから大したメリットもないって言ってはおかしいですけどね、さらに会員幹事の方がね、さらにこれまた都庁一体何回しつつ、それだけまたプラスアルファのねあれ負担がかかると思うから僕は反対なんですけど、ということはあんまり幹事の方々たちにねさらにこんで法的な神経を使ってもらいたくないんですよ。それでは今採決させていただいた通り、圧倒的多数の方が今回事務局の提案に賛成をしていただいたということをもう一度拍手で確認をしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。記念館の方ですけれども、4月に、今年度の入れ替えを、無事皆さんのおかげで終了することができました。で昨年は50周年ということで浅間高原レース、ゆかりのレーサーたちということで展示させていただきまして、今年はですねちょっと50年前は浅間牧場のコースを整地している年にあたってちょっとブランクなんで、別のテーマにしたいということで、今までちょっとやってなかったな暮らしを守る白バイ赤バイという、非常に子どもたちにも、受けのいい分かりやすいテーマで展示させていただいております。で、今回は神奈川県警の、元浅間の倉林さんの協力で、目玉としましてはですね1964年の目黒の白バイが展示してあります。それは東京オリンピックの時にいろいろマラソンの先導でアベベを先導したりとかした白バイ500台作られた中の1台が展示されておりましたりして、非常にそういう歴史との関わりもできるような展示になっておりますんで、ミーティングの帰りにでもまたぜひ、お立ち寄り願いたいと思います。じゃあデレガンスの方ね始めたいと思います。1番目のエントリーはですね、幹事で活躍していただいてます中山さんです。よろしくどうぞ。車の説明からですね、ご自身の説明でもいいですけども、お願いいたします。おはようございます。中山です。この車はですねフランス軍に配属されてたものが御用済みになって放出されて、で何台か日本に入ってきた中の1台です。で今日写真を持ってきてますので放出の当時の写真少しあります。それからエンジンを全バラした時の写真もちょっとあります。で2号の2型です。
いつか1、2年前に25の3号館でしたっけ、きれいにレストアされた方がいらしてたんですけど、あれの一つ前になります。で、ほぼ純正部品なんですが、部分的に3型のもの、それから27のもの、それからどうしても手に入らないものでドイツの再生品ですね、リプロダクションで補っているものもあります。53年型、私と同級生です。このボッチはサイドカーを引くためにも最初から、サイドカーを引くこういうピポットが最初の時点でも設定されてます。 BMW はだから後で見てもらいますけど、ここに小さなハンドチェンジの名残が、BMW のハンドチェンジはこっち側についてたので、これをリンクで持ってってたんですが、それ廃止されてフィットになった時に中バラスターの一本で貫通になってます。で、これは使うわけじゃないんですけど名残です。で、この後の3型からもう埋め込みになって、これも廃止されてしまっています。デンスケはちなみにこれをコピーしてこれも作ってあるそうです。後で中沖さんに逸話を聞いてください。俺の話、いい雰囲気ですね。僕も初めの頃DSK の A の25の中古を買いました。その頃 DSK に乗ってると3万キロ走ると、沼津の方の工場で希望すればオーバーホールしてくれると。で、オーバーホール出さざる必要もないからもういいからお前買って乗れって乗ったんですけど、街中でこれと並びましてね、ちょっとニュートラルするのにポンとこのレバーを蹴っ飛ばすじゃないですか、 BM の人は。それ真似して DSK のもレバーを蹴っ飛ばしたらね、一発で折れましたね。それからやっぱりまがいものはダメだなと思った経験があります。その DSK はフロントフォークを壊して、ダメにしました。下げてください。特にコーナーのところパイロンの内側にお願いします。赤いパイロンの内側にお願いします。赤いパイロンの下まで下がってください。赤いパイロンの下まで下がってください。実にね、おとなしい音をから来ていただきました尾身さんです。皆さんね、おなじみの方だと思いますけども、車の解説やらしていただきたいと思います。どうぞ。毎度おなじみサビバイク専門な尾身なんですけど、ですね、この車両はですね、1956年のコルダ ST2 型の後期になりますね。前期のやつですとこのエアクリーナーの箱がありませんでね、普通のなんていうか金網のがついてます。あとはタンクマークなんかがこれプラスチックなんですけど、これが金属の引っ掛け式になります。あとは大体ほぼ同じですね。形状的には初めの ST1 型と改良されてフロントフォークが油圧式になりまして、後ろのクランジャーサスが一回り太くなりましたね。あとはほとんど同じです。この車両はですね、もう10年以上前から持ってたんですけど、欠品がタンクマーク左右なかったりとか、マフラーが、なかったり、あるいはフラマドのカバーなかったりしたんですけど、大体もう何十も物持ちが良かったもんで、あちこち行ってやっとかき集めてこれ原型にやっと戻りました。あと今日はポイントは当時のオプションのこのハンドルカバーをね、試しに当時の古い道具をつけてみたんですけど昔はこんなんで走ったようです。今じゃ通行人に引っ掛けちゃうかって怒られますけどね
スカロー、ね、カバー、ね、だいぶ懐かしいですよね。ありがとうございます。皆さんおなじみですよね。はい、こんにちは。今日はね、マナ娘キリンさんをお連れいただいて、はい、奥さんと一緒です。先ほどデレガンスの次回実用車みたいな話で、そっちの方に出た方が良かったのかなと思ってたんですけれども、前からラビットでは会場には来てたんですけれども、会社にも実はこれ通勤で使っております。でこの娘がですね2歳になりました、保育園に行くようになりましたんで、まあ、自転車に乗り換えていくっていうのもちょっとやっぱりバイク乗りとしてはどうかなということで無理やりバイクにつけましてですね、これで通おうと試みたんですが、なかなか乗ってくれません。乗った途端にウィーとか言いましてですね、今日もちょっと乗ってくれるかどうかわからないんですが、一度だけ保育園までちゃんと乗ってくれたことがありまして、今日もちょっとそれでタンデムでトライしてみようかなというのが今回の発表です。ダメでしょ。今日はちょっとね、親の心がわからないのが大丈夫よ、大丈夫よ。大丈夫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 。楽しそうに乗ってますよ。浅間の会員になって22年ですけど、初めて、これにエントリーしました。まあ、街中でごく普通に、ありふれたバイクですけど、これは川越 の千葉慶次郎さんのところにあったのを千葉の桐岡さんが譲り受けて、その後長いことガレージに寝ていたそうです。でひょんなことから私のところへ参りました。インターネットで調べたらこれは73年製のようです。ただしエンジンはちょっともう死んでましたので、今のエンジンです。プレスカブですけど50に乗せ替えまして、登録は黄色いナンバーでさせていただきました。どっからどこまでがオリジナルなのかはちょっと私、検証のしようがないんですけど、雰囲気で乗っております。
まあ厳密に言うとどっかこう色を変えたりとかしなくちゃいけないというふうに聞いておりますけども、今のところ郵便株と並走したりおまわりさんとすれ違ったりしても、別に止められたこともありませんので、まあ時々乗るぐらいにいいのかなと、ただまあ、 念のため一応、登録交付証は常に持ち歩きまして、何かあったらこれは私のバイクですというふうに、言えるようにしようかなと思っております。現職さんと時々バトルをしてるっていうふうに書いてありますけど、その勝ち目はどうですか？当然私のが弱いですね。あっちはやっぱり力もありますし腕も上ですから、まあ、それともう一つはやっぱりあんまり目立ってもいけないので、相当後ろからついてったり、なるべく先に行ってもらうようにしております。これは僕の友達の奥さんのお父さん、結構年配の方が畑仕事で使っていたもので、電話かかってきて、ものすごい古い株があるから水田さん古いの好きだからどうって電話かかってきて、取りに行ったらただ錆びてボロかっただけで全然古くなかったんです。でもまあ勢いでもらうと言っちゃったもんですからもらってきて、液体がもうエンカルをおじいちゃん一切洗ったりしないもんですから、もう液体が腐ってないかったり、メッキは全てサビサビですね。それをまあこのマフラーを買いに行って、このマフラーに出会ってしまったからこの形になってしまったという感じです。レッグシールドもちょっと割れがあったんで、だんだん切っていったらどん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 この細いレッグシールドになりました。そんな感じです。はい、ありがとうございました。じゃあお願いします。誰が見ても、手が入ってるカブト2台走ります。すいません、コーナーパイロンの内側で入ってもらいました。赤いパイロンの内側で、あそこが一番心配なんだよ。そこ一番深いんですか。そのピンマップは危ないと思います。マフラーの形状からね、キックのストロークが短いんでね、ちょっと軽いですね。はい、おなじみの小林さんです。今回あんまりね、見かけないような、車両で来ていただきました。ちょっとご説明をしていただきましょうか。はい、いつも何にも数字のことを知らずに乗って歩いてまして、今日は、諸言表を持ってきました。何でも聞いてくださいですね、1990年16年ぐらい前のバイクですかね。それを今年の1月か2月に新車で買いました。おハンドル周りは要するにプラスチックのカバーみたいなものがビヤッとあるんですけど、元からこんな状態で、誰かがナンバー取って乗ろうと思ったらしくこんなになってたんですけどね。でそれをまあちゃんとして、本当の意味でこのバイクのナンバーで保険もちゃんと入ってるのってきました。はいはいはい、ちょっとこれ本来公道を走れるような状態で売られてるわけじゃないんですね。売ってるわけじゃないんですね。ライト類一切なしでメーターもなしで、はい、っていう状態です。でちなみに、まあ、物の本によると、原車って見たことないんですけど、フロントがこうソリで後ろがクローラーになってるイージースノーっていうのが、なんか2、3台限定であったらしいんですけどね。でその当時新車で買えて発売された時にそれが欲しくて欲しくて、それを買ってタイヤを買えば1台で2度おいしいかなと、小林さんらしい、はい、そのうちまあどうせ売れないだろうから二足三門で出てきたら、と思いつつ十何年か経っちゃいました。
そうですか、はい、思いは通じて手に入ったんですね。そうですね、縁があったみたいです。ああ、でまだそのクローラーで走ったってことはないんですか？それはないです。そっちの方は手に入れてないんで、まあ何年越しになるか分かんないけど、いずれまたと思ってるんですけど ね、そうですね。ただここじゃ乗ってきようがないですよね。そうですね、はい、雪の季節でないとちょっと難しいですね。そうですか、ね、ちょっと今まで見たことのない、カタログで見た方はいられるかもしれませんけど、私はちょっと初めてでしたね。そう、まあ中身的には多分想像なんですけども、リードの90そのまんまなんだと思うんですけどね。あ、もう文字通り乗った感じはただのスクーター。あ、そうですか、はい、あ、全然面白くないです。あ、そうですか、じゃあ走っていただきましょうか、はい。83年式なんですけど、私社会人になったのが81年で、新車で出た当時は知ってたんですけど、欲しいなと思っても、まあ社会人2年生3年生ぐらいじゃまだ新車買えるような身分じゃなくて、そのうち欲しいなと思ってたんですけど、その後、東京モーターショーよく行ってたんですけど、理事長の名前でちょっとコメントあったんですけど、でかいの乗れなくなったらクラブマン買いたいなとか言ってたんで、ぜひじゃあ手に入れてみようかななんて思ってたら、会社の同僚が、結婚して子供もできたんで、借家から、マンションを買って引っ越すんだけど、これゴミだから持ってってくんないって言われて、菓子折り一つでもらってきました。それでちょっと手入れたらすぐ動くようになったんで、何年か乗ってたんですけど、その後6年ガレージの肥やしになってまして、で秋の朝間来た後にじゃあ今度はこれで来ようかっつんで、ガレージから外に出した瞬間、フロントブレーキをかけたら固着して動かなくなりました。それでちょこ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 やって、先々週ですか、もうこれで動くようになったなと思ったらリアタイヤがパンクしてまして、これパンク直さなきゃと思ってタイヤレバーかけてやったら、はかけました。タイヤレバーが飛んできました。でリムにもすごい傷ついちゃいまして、まあそんなわけで、ちょっと楽しい思いさせてもらってます。木田さんには受け入れられなかった車両のように記憶してますけども、天野さん、はい、お次。はい、天野さん、ガンマンも用意して、川崎の A7 ですね、ツーサイクルパラレルのツインです。まあ、この車両はですね、前にコンクール出させていただいた、ライラックのマグナム、こちらがアメリカから輸入したんですけど、その時にやはりこうアメリカ側でインターネットでオークションに出てまして、で川崎のこのパラレルツイン系、よくサムライ250がサムライとか言われてますけども、私が初めて見たのかな、中学生の頃で、やはり道をですね、ロケットのように白煙を引いて吹っ飛んでいくオートバイがありまして、かっこいいなと思って、その頃見ておりましたけども、まあ、インターネットで見てたらそういったその頃の思い出が蘇ってきまして、
外楽と一緒に入札して、落札して、個人輸入してものです。で車両はあの向こうで結構大事にされてたらしくて、ただ持ってきてあのずっと動いてなかったんでクラッチが張り付いちゃってたんで、クラッチ周りをバラしたら、OK で、あと当時は輸出仕様があのこの、後の方がこういう輸出のタンクだったんですけども、国内はなんかあの SS ってアップマフラーの分にこのタンクが付けられてたらしいです。でウィンカーは当時輸出でなかったんで、まあ、国内ものを、車検取るために取り付けてあります。以上です。パーツの方も、ね、綺麗なパーツが付いてますけれども、日本に入ってきた状態でこんなような状態だったんですか？あ、そうですね、川崎あのこれ前後のフェンダーがステンレスですから錆とか出てなくて、まあ、細かい部品のメッキのやり直し程度ですね。ですからエンジンの中もクランクを割ったりはしてないです。この黄色いガンマが前からちょっと欲しかったんですけど、あれにも書いたんですけど、スズキの2ストローククラブの仲間で愛知の春日井に住んでます、浅間のメンバーでもあるんですけど、田中さんっていう人がいるんですね。でその人がオートバイ100台ぐらい持ってるんですけど、でその人の、一回乗ってきたやつをよこせよこせと、無理やり、6年ぐらい前から粉かけてまして、だから去年の、7月は8月に手紙が来まして、ようやく嫁に出す決心がついたというんで、10月に、喜んでもらいに行ってきました。でもこのままの状態だったんですけど、このハーベイのあのシールがなくって、探したんですけどなかなかなかったんです。たまたま僕の車庫の入り口のあのドアにちっちゃいのが貼ってあったんですね。でそれを剥がしまして、でそれから起こして、友達のコピー屋さんに頼んで、作って急遽貼ってまいりました。で乗りづらいってことは面白いんですよね、やっぱりね。そういうわけで山走るには最高なんですけど、雨の中走ったことが一度もなかったんですね。で昨日のあの土砂降りの雨で、3回ぐらいエンジン止まりまして、左のやあのシリンダーがダメで、雨水は 125cc でなんとか上がってきました。これイギリスのタバコメーカー、あ、そうですか、それでスポンサーになってたんですね。今から20年ぐらい前ですか、鈴木の。これ85年型なんで、その頃に400とか500とかが出てて、ハーベイカラーで限定で出たんですね。で250も2000台ぐらいこれ限定で出たんですけど、その中の1台もうほとんど残ってないんですよね。青いやつはまだ今でも残ってるんですけど、でこれは1型がヤッコダコテールって言ってとんがったやつだったんですけど、それがあんまり好評じゃなかったんで、でそれを改良して、これが2型になるんですね。1938年からバーチカルツインができて、それまでは、まあ、イギリスほとんどですけど、シングルの350-500が主力だったんですけど、エドワード・ターナーという設計者が1938年にスピードツインを作りまして、それでずーっと来てたんですけど、やっぱりアメリカ市場を狙うにはもっと排気量大きいということで、1950年に初めてハブクションの例の映画で出た乱暴者のマーノ・ブラッドが乗ったサンダーバードっていうのを作ったんです。でそのまんまずっと移行して、こちらのボンネ、ワンテンだとか TR6 とかでボンネビルに移行していったんです。だから650の走りがサンダーバードです。はい、ガンマ入ります。いいですね。それでね、コンプレッションはね、ものすごく低いんですよ、これ。僕は一回こうやってね、
それぞれ、例えば、ボンネルの球体に対して、それからトロフィー1点、1点が8点で、これは7対1なんですよ。ものすごい低いんですけど、飛ばすスピードは、160メートルですよ。こういうのがないんですよ。ガチャガチャって言うんで、で、ものすごい降りやすいです。下手したら石油でもいいんじゃないですか。で、ね、非常に降りやすいっていうことで、ちょっと、やっぱりこの、なんか、この水壊した時は非常にこう焦るってものすごく大変なんですよ。大変ですからね。一体ものですからね、はい、他のノートとかあるんですけど、こういうふうに綺麗じゃないんですね。これもあくまでこっからずっと下までこう繋がってますからね。そうですね、はい、同じ650でもその液体の太さは随分違いますね。そうです。っていうことは、ね、やっぱり排気とこの鋭く出すんじゃなくてまろやかにですね。そういうことで、ね、これ以上見ることないです。細いですよね。半分ぐらいの太さしかないですよね。だからこれは手に入れた時かなりひどかったもんで、やっぱり20年ぐらい買ったんですよね、これ。最後にクランクのコンロットがどうしても入ってたのが社外死んだもんですね。それ銃声を探すのにね、そういうかなりかかりました。そうですか。はい、じゃあ、はい、吉田さんです。大阪から来ました吉田です。私のボンネなんですけど、朝間から帰ったら車検受けなんです。ということは私が手に入れて、2回目の車検切れで手に入れて2回目の車検になるんですが、まだまあそんなに言うほども乗ってないんですけど、昔乗ってたワンテンよりはもっとパワフルやし、昨日も大雨の中頑張って走ってくれて、なんかこれはもう絶対一生手放さずに持っとこうと思ってるバイクです。詳しいことはよくわからないんです。一応69年ということで、車体番号とかで言うと大阪の小川さんに見てもらうと69年ってことなんですが、ちょこちょこっと違う年式の部品が入ってたりもするみたいで、どうもクランクの辺とかもノーマルでもなさそうで、余計によく走るって小川さんは言ってくれてます。でも腕がついてからのでちょっと怖い思いしてます。頑張って乗れるように頑張ります。浅川さんの後ろについて走りたいと思います。ゾーン怖い。川口湖まで来て、僕の黄色いグッチ軽々と乗った女性の初めての方です。びっくりしました。軽々と乗っていかれた。私の動画の方が乗りにくいもん。あれ乗ったらダメでしょ。楽ちん。あ、以上で。吉田様のトラファンですか？ドカもトラも好きなんです。どっちも好きなんです。で、こっちは一生もんと思ってます。ドカはね、やっぱり年齢とともにしんどくなってくる分が、でも、来るんでしょ。そうですね。こっちは少なんだけど、ちょっと多分先に乗れなくなる日が来ると思ってるんで、これはもう、中木さんじゃないけど、足とかね、具合悪くなれへん限り乗りたいと思ってますし、時々小川さんにセルつけへんのとかね、先では、今はもちろん全然 OK やけど、先ではセルつけられへんとかって言いながらね、とか言われながら乗ってます。そうですか。はい、いつか北海道ミーティングに行くんだって言ってね、事務局開催の日でしたんでね、はい、寄ってくれた時は確かトラでしたよね。はい、時も満点で、北海道ミーティングで、あちらで、あの時1回きりなんですけども、2番もらいました。一応コンクールなんて出させてもらって、大雨台風の中に行って、前々日かな、カーッと磨いて2番もらいました。今日も朝から磨きました。よろしくお願いします。じゃれだから気をつけてくださいね、はい、お尻でかかりますか。
そろそろ真打ち登場ということで、昨日のフォーラムの時にお話にありました東発ツインの 50cc のレーサーです。こういう路面コンディションなのでちょっと走っていただくのは気が引けるんで、エンジンの音だけ聞いていただきたいと思います。スターターはジグリさん持ってきていただいたんで、ジグリさんのスターターでエンジンをしてください。50のツインですごい回転数、今のでどのぐらいの回転数ですか？1万4000から5000ですから、これから2年ぶりにね、マントでかけて、今ハゲでかけた、そうかなと思います。すごい高周波音になりますね。土井さんがいらっしゃいますので拍手してください。一番最終型の63年型でデイブ・シモンが乗ってた車両でして、クランクの方は、デイブさんが走るために実際いろいろ改良してまして、
圧縮比を上げるためにプラスチックで板が挟まっています。クランクの軸受けにちょっと細工がしてあったりとしてまして、まあ、おそらくあの、ね、現存する5台ぐらい残ってるんですけど、その中で唯一まともに動く状態で、ね、残してくれてたことに非常に感謝しつつ、部品も当時のまま、箱詰めで大変残っておりますね。少なくとも私の生きてる間は動かせれるかなという段階で、あのまた機会があればね、どこかで、動かしてみたいと思いますので、ね、あのサーキットなんかね、走ったらいいんですけど、ちょっと子供がね、0歳、3歳、5歳ということで、今日も、嫁はんかなり怒ってる状態で出てきました、もう少し子供が大きくなりましたら、またね、堂々とサーキット走りたいと思います。最高得点37票獲得しました。ありがとうございます。嬉しいです。何十年か前にストレックスで出て以来です。なんか毛筆で書いてあるみたいなんですね。これ毛筆なんですか？はい、絵で描きました。あの食べてしまえばなくなりますんで、僕が下手に描いた絵はあの皆さん記憶にあまり残らないで済むと思いましてあのこれにしました。